まもなく8番乗り場に電車が参ります。はい、ご注意ください。なんか女性のアナウンス珍しくない？そうでもない？はい、やっていきましょう。8番出口じゃなかった、タイトル何やったっけ。8番乗り場、ちょっとあの画面調整させて。はい、あーちょっと戦士高いかな。マウス感度酔わないように最大限下げる。もうマウス感度とか一番下でええんちゃう、ゼロでええんちゃう。マウス感度とかゼロでええんちゃう、ひょっとして酔っちゃうから。あ、動かへんわ。動かへんとかあるんや。4ぐらいじゃないですか。4ぐらいがちょうどいいんちゃう。死っていう数字でホラーゲームっぽいやん。まあまあまあ、ちょっとダークだったかなと思うけど、まあやっていきましょう。はい。8番出口？じゃあ8番乗り場。一世を風靡した8番出口の続編。そこら辺のなんか8番出口ライクゲームとかじゃなくて、8番出口の続編に当たるゲームです。まああのゲームがストーリー性あるかどうかはわからんけどね。続編言われてもって感じやけど。で、このおじさん見覚えあるね。8番出口の人やん。めっちゃ下がりやすいよ。どうしたん？腐ってあったん？今バックステップめっちゃ早かったよね。あ、なるほど。ダッシュがある。ダッシュがある。はいはいはい。で、もうこれ始まってるってか、ルールでしょ？で、続編とか言われてるから、だから僕ストーリー性あると勝手に思い込んでるんやけど。やることは一緒かい？周り覚えて。八角、形、新感覚トランポリン。へぇ。もうちょっとなんか広くないと危なくない？ちょっと横の方にジャンプしたら角にグキっていくやん。角といえばさっきやねんけどさ。足の小指ぶつけて初めて僕ルームランナー買ったことを後悔したわ。めっちゃ痛かったんやけど。目が利く奴らだ。何？日本語おかしい。何言いたいかわからへん。目が利く奴らだって日本語おかしない？スナイパーに狙われている時ぐらいしか使いようないやん。TRPG、TRPG とかなんか、昔 A 君とやったな、流行ってた時期に。二人で TRPG やってた。一人が、なんか司会者やって一人がプレイヤーって言うて。全然面白くなかったわ。全然面白くなかったわ。オリジナルぬいぐるみを作りませんか？小村さんのぬいぐるみ作ってよ。これ何？だいぶコスト削減したな。ゲーミングマンション。ゲーミングマンション ?24 時間ゲームし放題。僕実家やけど24時間ゲームし放題やで。仕事の時以外。社畜？これがスマートホーム。これがスペースコア。何言っていいかわからんけど。すごい立体感な。これなんか商品貼り付けたらなと思った一瞬。大の面。日本語かいや、ここ日本じゃないんか。あ、ゾーンや。コマさん、最近職場ではゾーン絶対飲んでますよ。このゾーンの空き缶に付いてるポイント貯めてるから。22、3ポイントで PS5 が抽選で当たるということで。これやってるやつ絶対おらんやろと思ってね、一回抽選貯めてやったよね。抽選ってボタン押した途端すぐに結果出たよ。もう怪しすぎた。絶対正確な抽選とかしてへんやろ。そんな抽選ポイント使って抽選しますかって。お、IT 業界適職診断。なんで IT 業界ってくくりの中やねんよ。もうそんな IT 業界って幅広くなっちゃってんの、僕の知らんところで。IT の全然ダメやろ、IT なんて。チャット GPT とまともに会話すらできひんわ。基本的に喋ったらそれは答えられませんって言われへん。なんか知らんけど。で、これも始まってる？ルールわからんねんけど。異変があったら戻るでいいの？前回と一緒で。ん？進んでいいのかい？異変ないよ。異変ないよ。振り向くな。振り向くな。振り向いたらあかんの？振り向いたらあかんの？今異変始まってってこと？振り向いちゃうよ。おー、そっちに振り向くんかい。もう始まってるのね。あれ、こんな説明なかったっけ？8番出口さん最初看板でめっちゃ懇切丁寧に説明したやん。もうこんだけ流行らしたから分かってるやろお前みたいな感じ。おお、人気者になっちまったな。あの謙虚さ失ってしまったんか、8番出口は。はいはい。で、レイザー。今ゼロね。ゼロは、まあ、ないんかな。次からってことかな。はい。5カードとね。はい。まだレイゼン。まだレイザー。はい。ここからじゃあやっていきましょう。まあまあそんなに、
じっくり見な、わからんもんとか、あるかな、こか。なんだかんだ、大元の8番出口さんは、難しい時は難しかった記憶あるし、もうそんなに僕8番出口ライクやってへんからね。流行りすぎて、そんな流行りにどんどんダサいなと思ってやってなかったよね、あんま8番ライクゲーム。と言いつつこのゲームやっちゃうんやけどね、小村さんは。なさそうやけど、なさそうですけど、パッと見なさそうやったらないんかな。行きましょうか。はい。進めてへんな。なんかさっきの部屋は異変あったってことかい？なんかわかりやすい異変ちゃんがいいヒント。困っちゃう。あ、これは異変ちゃう？ここなんかあれやったもんな。おー、だいだいだい。難しいわ。これ空気読んだ時ってどういう反応しなあかんの？看板が動いたとか、空気読み。よく見たらこれあれやね。宣伝やね。みんなで空気読み。1,2,3 プラス。ね、これセット販売されてんの1から3。そんな空気読みってシリーズ出てんのやったっけ？そんなやらんよ、シリーズ。一作やったら十分やろ、このゲーム。ジャンル、KY 度診断ゲーム。KY 度診断って。KY になんかそう診断とかある？上も下もないよ、KY に。なあ。KY を診断することがもう KY やもん。あれ帰れへんねんけど。あれそういうのじゃないの？ほんまに今回ルールわからへん。歩いてて異変も楽しむだけのゲーム。ゲーム性とかないんか、もしかして。はいはい、普通に。え、今ゼロやんな。あー、でもん1になってる。異変を見つけたら進むんか。でも最初僕襲われたよ。異変があったら進むんか、異変がなかったら戻るんか。8番出口ってどうやったっけ。異変があったら戻るじゃなかったっけ。今回逆か。まあ異変なさそうな気するよね。戻るか。じゃあ、ちょ、戻ります。一回戻ってみます。ああ、戻ることはできないんやな。え、進むしかないんやったら、進み続けろってことなんかな。で、殺される異変が来るから殺されないように進めよってことなんかな。今回は。振り向くなとかは完全に僕がミスってやられたもんね。内ヶ崎 L1。内ヶ崎から進んでへんな。異変を見つけて、見つけた上で進めってことなんかな。あ、ほんとした、どうした。あ、座れんの。あ、初めてした、座れるんや。あー、なるほど。へえ、おじさん。これあれあれ、横行くのってあかんねやろ。こう座ってるおじさん、丘から嫌な横に座るのってなんかセクハラみたいな感じになるんやろ。なんか女の人がさ、隣におっさんが座ってくんの、マジ不快やねんけど、やめてほしいって。マジ気持ち悪いよなって言って、それがちょっと話題になったよ。その人に向かって気持ち悪いってどういうことやねん。ほんまなんか、な、女ってほんま、いや男ってほんまってめっちゃ言い争いしてんねんな。なおさん、どう思う？そういうの。な、別に僕ら男の立場から見ても、隣におっさんが来たら気持ち悪いよね。今お互い気持ち悪いと思ってるよな。おっさんが隣に座ってきたら気分が悪いっていう共通認識は持とうよ、みんな。全人類。みんな嫌がってんねん、おっさんの存在に。なんならおっさん自身も嫌がってるわ、自分のこと。おっさんは誰にも近づくな。そして誰にもおっさんに寄るな。もうそれでええねん、世の中。もう世の中狂ってる。この世界が違和感だらけやもん。なんなら、もうこの世界が異常です。異常はこの世界です。異常ありました。異常発見。異常発見。何これ。わからへん、ズームしすぎて。全体像が見えへん。近すぎて、なんか、近すぎて、全体像が見えへん。最近ブルーアーカイブってアニメ見ててそんなこと言ってたわ。メインキャラの女の子が一番ちっこい女の子に、あなたはクジラみたいですねって言ってて、クジラは私小さいのにそんなことないよってね。大きすぎて近くにいると全体像がつかめないところって。
何言うてんのって思ったもん。何言うてんのって思ったもん。な、何言うてんのやろね。今その感覚大きすぎて近くにいると全体像がつかめない。な、もう同時視聴とかしてる悪い癖。なんか、もう、すべての映像作品に黙って見てたら脳内でずっと突っ込んでるから。なあ。すっごい目の細胞。こんな黒目と白目の間に緑あんの？人間じゃないのでは。てか今、まだ1番か。え、これ増やし方わからへんねんけど。さすがにでもこれは異変気づいたやん、僕。これで次行ったら、逃がさひとかになってるんちゃう？さすがにこれお前気づいてへんよなって言われへんよな。もうこんだけガン見してんのに。こんだけ目合ってんのに。座らせていただきます。行かしていきます。はい。逃がさき、逃がさき。おい、来た来た来た。二の塚ね。はい。二の塚。ああ、じゃあほんまに今回は異変を探すって感じなんか。で、殺されたら最初からやったりはするんかな。さすがに最初からになる要素がないなら簡単すぎるもんね。てか、おじさんの変化見てみたいんやけどな。おじさんの変化ないんかな。8番出口っておじさんの変化で一世を風靡したまであるやん。そうでもない。もう8番出口覚えてへんけどね、正直。どれが8番出口か。8番出口ライクゲームがびっくりするほど溢れすぎて。とりあえず、3日に1回ぐらいは8番出口ライクゲームってSteamで発売されるからね。最初このタイトルのSteamで見た時もパクリやんと思ったもん。どうせまた8番出口ライクかと思って、ちょっと YouTube 開いたらペコラさんこのゲームやってたよ。8番出口の正統続編って、あ、じゃあやろうと思った。じゃあやろうって、ネームバリューに負けちゃった。これは急いだ方がいい。殺される僕鮮血に染まってるけど、おっさん大丈夫、おっさん一緒にいよ、おっさん今ここにならあかん、目が悪くなっちゃう。大丈夫、スマホばっか見てるか関係ないって。おっさん、おじさん、どうしようこれ。実は電車が赤くなったんじゃなくて僕の目が赤くなってるとかやったら、ここ通るとき、この窓通るときに初めて気づくね、自分の顔が映って、あ、僕の目が赤いって。うわ、目いた。目いた、目が痛い。おっさん大丈夫やった？おじさんも大変やね。8番出口でも閉じ込められて、8番乗り場でも閉じ込められる。でもおじさん気づいてへんねん。仕事で疲れすぎて、今ループしてることに気づいてへんから。もうただ何も考えてへん。仕事終わった後、家に帰る前の時間。明日も仕事めんどくさいな。しか考えてへんねんな。で、気づいたら家の前にいる。ループしてたことすらもう記憶にないから。時間飛んじゃってるから。ループはしたいけど、おっさんの体は常にね、ワープしてるから、家まで。仕事忙しいとそういうことあるよね。お、もうなんか密になってる。さ、なんて呼ぶかこれ。三座。おっさん。おっさん、やばい、これは死ぬか、これは死ぬか、おっさん、やめろ。おっさんの頭を濡らすな、これ以上針を加速させるな、くそー。おっさんの頭だけは守りたかった。まあ、両手でおっさんの頭を僕抱えたから、小村さん。やめてって。やめてあげてよ。それだけはあかんって。で、やっぱ死んじゃうと、ゼロからだな。はいはい、ルール分かりました、ついに。めっちゃ走るやん、どうした主人公。もうええわって。もうこのゲームの全てが分かった。クリア、いきます。あれって、あ、おー、揺れてる。これは、よっぽど運転が下手なのか、心霊現象なのか、どっちなんでしょうかね。あれ、向こうの部屋も揺れてんぞ。ピタッて止まった。ピタッ、整列って。トイストーリー思い出したね。人間がいい日の時はすんごい暴れ回るけど、人間が来た瞬間止まるっていう。な、おじさん。おじさん全然動いてくれへんな。動物と薬のことはご相談くださいって。だいぶニッチやね。お、異変発生中。この車両の異変が消える前、次の車両には進まないでください。わかりました。お優しいことで。でもさっきこの動物を看板を見ながら、なんか人のネタ考えたけど何も思いつかへんだっていう時間のせいでもう異変終わってたかもしれん。やべえ、見逃した。
考えた結果何も起こらへんと思う。次か、多分もう起こった後やわ。ああ何も思いつかへんだし、あれなんでやろう。何か異変を起こさなあかんかったやろな。待ってるだけじゃダメなんや。仕事と一緒。今日さ、夜飯が冷麺だったんよね。冷麺じゃなかった。なんか、うどんかラーメンかようわからへん。とりあえずなんか、あったかい麺だったんよ。なんか麺自体は白い細いやつで、汁はちょっとうどんっぽい感じのやつだったんな。それなんか普通に食ってたら、チチコもが、わし今日冷麺食いたい言うたんやけどなって。なんか、クソガキみたいなこと言い始めて。じゃあ母子もが、いや、まあそうだね、言ってたね。でも今日なんか、寒かったから言うて。どうやらなんか、チチコもは今日冷麺がいいって言ってたらしいよね。でも母子もは独断で、うどんに変えたらしいよ。そう、でも冷麺の、冷麺用の麺をどうやら使っているらしいねんな。冷麺用の麺使ってるからちょっと微妙になっちゃったかもね、って言ってて。だからわしは冷麺がいい言うたんよな。なんで帰るんだろうな。作ってもらってる分際で、なんかずっとぐちぐち言うねんな。わしは冷麺食べたいって言ったんよなって。え、でも寒かったし。でもこんなんどう食えばいいかわからんわって。わかるやろ。うどん出されてどう食えばいいかわからんは、お前の今までの生活を疑った方がいい。どんな生活してきててん。七味も出して、もう消えてくし。七味やったっけ、なんか、調味料をかけるのがチチコも好きなんよね。なんか辛そうな調味料をパッパッと振りかけてんねんけど、なんかうどんって汁が多いからさ、汁に紛れて消えていっちゃうんよ。おじさんちょっと頭光らせてくらいは、ね、でハーコムが何文句あんのって、なんか久しぶりにハーコムが、今ハーコムの怒りね。今のハーコムの怒りね。久しぶりに母子とかチチコっぽいなんか口答えしたんよね。何文句あんの？でも珍しいと思ってさ。あ、いや文句はないけどさ。文句言い続けた男からなんか言うとるわと思った。で、なんか微妙な雰囲気で終わっちゃった。なおじさん。おじさんはそんななんか家庭の問題とかない？結婚してんのおじさん。おじさん結構仕事はできそうやからお金持ってそうよね。結婚してても不思議じゃない。結婚してなかったら、頭に気使うかもしれん。結婚してるからこそもうそんなに気使ってへんのちゃう。俺には嫁がいるしって、俺の頭を認めてくれる嫁がいるから言うて、カツラとかしてへん可能性あるから。おじさん結婚してるね。どう？娘とか息子とかいる？喧嘩とかせへんの？コロナさんもさ、親戚の1歳児と8歳児がよく家に来んねんけどさ、もう8歳児との関わり方がわからんくなってね、僕基本的に喋らへんのよ。まあ昔から。でさ、1歳児がついに僕のことを無視し始めたよね。これさ、どう思う？おじさん。またそんな字がないやん、1歳児。な、だからおじさんもな、結婚したからってな、そんななんか、身だしなみもうええわってなんのよくないって、僕も最近クーラー買いました。おじさん！出ようとしろよ、この世界を。もうええわ、おじさん。疲れた。異変なし？ちょっと、小原さんの情緒的には異変あったと言おうとしたらもう、なんか僕が今からちょろっと面白いこと言おうとしたらこれよな。そんな面白くなかったんやけどさ。ゾーンの効果が、メガガニバリなんかな。エナジードリンクで一番ゾーンがカフェインの量多いらしいから、一番効くらしい。効くって何って思うけど、ようわからんけど、なんか眠気覚ましとしても使ってる。夜勤の日とか。ゾーンを決めた時は目が覚えます。僕の理論、連続異変はない。これコモラ理論。はい、野崎さん。お、来た。おー、ホラーゲームっぽくなってきたぜ。なんとなくサバイバーズギルドっていうゲームを思い出す、この暗さ。おじさん大丈夫かな？おじさん暗くても大丈夫？おじさん！おじさんが死んだ。僕が代わりのおじさんになる。これがおじさんの見てた視点。おじさんと女の子好きやったんかな。娘が欲しかったんかな。ずっとあの看板見てたんじゃん、実は。あれぐらいの娘がいいって。
あそこから中学高校に当たったあたりからどんどん張りいじられて、なこんな顔の良くないわしのこと嫌っていくねんって、あれぐらいの娘がいいって言ってたのかもしれん。おじさん、ありがとう。こっちか、逆か。あ、すいません。おじさん、おじさんの若かりし頃、髪の毛ある。こっちでいいの。こんにちは。なんか個室二人きりですね。触っていいの？これ死にたくないでやり直しになるから。僕が君になる。やられたんかい。なんでやられてんねん。僕から背後取ってたやん。バックスタブ取ってたよ。今の隠し？確定しイベントやん。どうやって回避すんねん、今の。無理じゃね？あれやね、今までのシリーズやったら、異変が起こらへんか、異変が起こったか分からへんから、ナムさんとか言いながら、運ゲーかましてたけど、今回は異変探さなあかんっていうのが、振り向くな、はい。異変探さなあかんっていうのが、あ、この状態走れへんねん。異変探さなあかんっていうのが、今までと違うね。はい。なんか思うところあったんかな？せっかく異変作ったのに、気づかずにこいつらスルーして、運ゲーで進みよるってなったんかな？じゃあ絶対に異変を見つけてもらうように設計しようって。なるほどな、うまいこと考えるね。一番出口さん結構30分ぐらいもうやってんねんけど、おじさんの異変がないのは結構気になるね。ちょっと僕ずっとおじさんが論議になる異変待ってんねんけど、前作からずっとそういうのないの。たまにはおじさんを幸せにしてあげたらどう。なんなら僕を論理に変えてくれてもええよ。びっくりするかも。え、現実世界でって伸びてきたってなるかもしれん。おじさん、今日僕お風呂入ってへんね。もう深夜の2時やねん今日さ。夜勤帰りやから朝入ったんよね。16時間ぐらい前に。朝風呂入ったからね、家出てへんし、寝てるだけやし、夜入らんでええかって判断になっちゃうねんけど、おじさんどうこれ？これ良くないかな？お、出たな。異変発生中。はい。異変発生させなあかんわけね。発生中っていうか。じゃあおじさんの横一回座りましょう。おじさんはシャンプー何使ってる？シャンプーとか使ってへんか。水洗いだけの可能性あるな。お、いた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 。怖ーだ。結構、手にシワがあった。ご高齢の方やったんかな。ご高齢になってから死んじゃって、ここで幽霊になって出てきちゃってんの？迷惑迷惑。幽霊ってちょっと若い女のイメージあるけど、これも偏見なんかな。なんか悲しくなったわ、手のシワ見えた瞬間。あ、苦労してるんや。幽霊になってから年取った可能性あるな。若い状態で死んで、ちょっと新卒っぽい。あのスーツの綺麗さ、新卒っぽかったやん。新卒で仕事辛すぎて電車で自殺してん。で、何年も経った結果、年取ってしまったみたいな。幽霊やのに年取んのっていう後悔と怒りの動き、さっきの。若い小村さんを狙ってきた犯行。若い、こいつ若いって、手記ってなって。でもこの壁があって通れへんってなって。あ、おじさん。おじさんは襲われへんからええで。だって、おじさんおじさんやん。僕お兄さんやから。お兄さんっていうか、スマップやから、スマップ。スマップ合ってるわ、スマップか。一瞬あのアイドルグループ、なんか空いてんねんけど、進んでいいの？振り返ったらあかん系？いや、あの状態で行ったら多分このね、電車と車両と車両の間の横から化け物が来てバーンって行って、そのまま下に持っていかれて、車輪にグワーって挟まれて死んだと思う。そういうホラー映画見たことあるんだけど。びっくりした。怖ー。最近こんなでかい人と戦う 2D アクションゲームやってました、小村さん。タイトル何やったっけ？おー、アクションゲーム始まってる。やめてやめて、ゆらさんといて、ゆらさんといて。今画面にそのゲーム表示してると思うけど、面白かったよ。
ちょっと日本語訳が怪しいところだけが残念やったっていうゲームやったんよね。楽しかったです。さあ、もう結構来たんじゃん、今回。さあ、鹿。なんて読むのこれ。しむし川。白川。なんでらやねん。白川やったらもう白って書けよ。らだけでないや、その画数。虫にうずて。漢字の、なんか意味わからんところ、誰が使うねん、その漢字。そのなんか、その人単語しか使わへん漢字はもう作んな。鬱陶しい。だから日本語が一番難しいとか海外で言われちゃうねんで。ちょっとそれで誇ってるところあるよな、日本人。日本語って、実は難しい言語なんだぜって。かなり高度なこと俺たちやってんだぜって。なんでそんな高度なもん使うの、お前らは喋れへんねん。もっとグローバルに生きろよ、この世界。なあ、おじさん。この異変ない状態で異変探す。開けるな。待て。なんか閉じ込められてる。はい。助けて言うてんな。開けてください言うてんな。いや、僕この開けるな言うてんけど、今度さ、なんか助けたくなっちゃう。だって、助け求めてねんで、開けな。開けられへんわ。開けられへんわ。意を決して僕開けようとしたのに。え、どこを開けるな言うてんの？あ、こっち、ここってこと？すみません。はい。おーい。あ、はい、聞こえてるよ。助けてください。これ、開けな、絶対次行けへんじゃない？助けてください。誰かいませんか？開けていい？誰か。はい。どうも、いるよ。あ、若い。お前は誰やねん、顔見せろや。わざとミスったんやからさ、もうちょっとなんか怖いことしてくれな。せっかく4番まで行ったのに。コマさん悲しくなっちゃうよ。あ、出たな、このパターンね。つまり右におばさんがいる。じゃあよかった。違うパターン、自分で探せってことね。ちょっと異変さ、もうちょっと自分からアピールしてくれな。見つけられへんよ。こともアピールしていこうよ。異変さん、ちょっとこのおじさん若い頃のブルース・ウィルスに似てへん。ダイ・ハードの最初らへんやってた頃のブルース・ウィルスさんに似てる。ブルース・ウィルス、ウィルス、ちょっとな、言いにくいな。ウィルス、ウィルスってちょっと感じ悪いよ。ブルース・ウィルス、あ、ダイ・ハード4ぐらいから急に太っちゃってびっくりしたよな。あんだけ激戦を繰り広げてきたおっさんが太るのって。太ることとかあるんや。なったよね。で、異変ないんやけど、これ僕は見逃したことあるんだ。うおー、走れー。結構背高いね、主人公。徐々に僕の身長が高くなってとかそういうのない？天井天井天井。この換気扇から実は誰か覗いてるみたいな、めっちゃ怖いことあんない？日本では排水口の中に入って、スカートの中覗こうとかいう変態いるけど、この世界では排水口、じゃ、換気扇の中入って、おっさんの頭を覗こうっていう。いい日のかい。ないんやけど、おじさん。こういうの一番困っちゃうよね。で、まだ進めてるのはええよ。まだ0番なんよね。じゃあもう別に見つけられなくてもええやん。リセットしたらええやん。なっちゃうもん。ちょっと負けた気するやんな、おじさん。もうないわ。この狭い感覚で見つからへんやったらもうないわ、おじさん。いっか。残念、見つけられない。負けた気がする。こういう普通に見逃しただけやったら。ああ。なんかいるけど。先ほどこれ普通に見逃して、普通に見つけられへんったのか。おじさん？おじさんが消えてる。おじさん、顔なくなってどうしたん？髪の毛だけじゃなくて顔もなくなった、おじさん。で、僕はお前のことを信用するぞ、おじさん。辛かったな。おじさん、大丈夫？おじさん、それどっからないの、体。手はあるってことは多分体全部消えてるわけじゃないやろ。服一回脱いでみて。どっからどこまでないんやろ。すんごい中途半端なところから体できてるんじゃん。この佇まい、おじさんも困ってんで。なに？急に目が見えんくなったって。かわいそう。なに？
でも回避方法わからんよ、そんなことされたら。一応びっくり要素あるけど、音でビビらしてこうへんところはええことやね。なんかよくあれやん、ホラーゲームで。ちょ、音だけはずるいわ。音もとりあえずバーン鳴らしといたらええやん、みたいな。そういうのちょっとなんかホラーゲームとして質悪いよな、みたいなホラー不評論家いるけど。まあ、ほんまにホラーゲーム、ほんまに怖いゲームって言うんやったら、どんな手を使ってでもビビらしてこいやと思うけどね。何をしてもいいって。ルール無用って。急に鼓膜を突き破るぐらいの、急に鼓膜突き破るぐらいの大音量が鳴っても、それはそれで、一つのホラーなんじゃないって思う。僕はそんなゲームやりたくない今日ね。こっち行っていい？もう奴出てこへん。奴出てくるか？よしよしよし。今の暗いゾーンは、奴が出てくる前に、出口見つけようって話だったんかな。そう、スピード勝負もあるわけね。異変が欲しい。来た来た来た。おー。白人の群れや、白人の群れ。これが黒やったらだいぶ怒られたと思う、海外から。逆か。白やからこそ黒一体ぐらい混ぜるわって怒られるかもしれん。こういうちょっとめんどくさいのは、ちょっとこういうのはめんどくさくなるんで、あんま喋らんほうがいいかな。よいしょ、壮観やな。キリッツ！これオーケストラとか流したらめっちゃ荘厳になるんちゃう？ゲームのエンディングみたいに。そうでもない。なんか違うな。僕の想像したことと違う感じになったと思う。なんかちゃうかった。まあ、ええや。あ、ちょ、出れへんねんけど。向こうやったか？すいません、時間使いすぎた？音楽とか鳴らしてしまったせいで。一体一体調べろってこと？ちょっと服着てもらってもいいですかね。お、おじさんがいる。あ、そこ座れってことか。なんか人空いてるわ、不自然に。座らしだご。ごめんね。初めて座るコマンドが役に立つわけね。やあ、みんな。誰が動き出す？一番最初に動いたやつがアウトな。あ、もうちょっと股間見せんのやめて。マジで服着てほしい。ドン引きやわ。アニメとかでさ、スタッフロールとか流れた時ってなんかちょっとため息つかへん。はぁ、あ、ちょ、幸せなため息。なんか知らん今日出るやん。ああいう演出、好き。最近アニメのそういう終わり方と演出ってちょっと気にしちゃうようになっちゃったよね。向こう立っていい？変わらへんわ。何も変わらんわ。最近早急のファフナーっていうアニメ見てんねんけどさ、なんかエンディング入る前、絶対、あ、開いてる。エンディング入る前になんかようわからん、宗師っていうキャラクターの、なんか、語りが入るんよね。意味のわからん。エンディングの前奏が流れた時に、この日僕たちは何かを得ようとし、そして何かを失った。だが、この時の僕たちには気づくことすらできなかったんだ。って言うよね。もう入るたびにちょっと笑っちゃうねんな。あ、来たって、締め入ったって、意味わからん締めが、おー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 、走れー、死にたくない、いけー、あー、セーフか、セーフか、セーフか。ギリセーフか、今の。揺らされただけやった。ちょっともう、こういうアニメの話してるときに進めるのやめてくれん。カットできひんやん。こういうアニメのしょうもない話してるとき、基本カットするからさ、コマさん。喋ってるときは適当に喋るんよ。録画してるときは適当に喋るんよ。編集してるときになんでこんな話してんねやろ、こいつみたいな感じになってカットしちゃうんよね。だから、そういう時になんか異変とかやっちゃうとカットできなくなるんで、やめてください。やめてください、おじさん。あ、開かへんということは？あ、おじさんが後ろにいる。おじさんどうした？挟まったんか？おじさんじゃない、お前おじさんじゃない！お兄さんやった。ドッペルゲンガーや、おじさんの。若かりしドッペルゲンガー。危ねえ。もうそろそろクリアしたいから。もうそろそろ1時間やってるんで、もうわざとミスるなんてことはしねえぜ。で、白川ね。白川来ました。さあ、ここからガチャ。8番出口対小村さん。ガチバトル。8番乗り場ね。ね、おじさん。なんもないか、なんもないか。
でもあれやね、基本的に家の、明るい、動いちゃダメ。はい。今動いていいってことね。ツインテールの女の子いる。だるまさんが転んだが。ああ、これはちょっとミスってみたいな。ミスってみたいけども、もうクリアしたいっていう気持ちも乗ってるんよ。おじさんと遊ぶで。なんで女の子の後ろ姿って怖いの？これ後ろ振り向く？おお。めっちゃ普通な顔。普通すぎて怖かったね。まだなんかさ、黒目とか血の涙流してるとかで、うわーって来たら、ああ、ホラーやーってなるけど、普通の女の子が真顔で見て終わるって。なる社会的にあの後通報されたんかな。このおじさんが急に救って立ち上がって、そこ君何やってるんだ、女の子相手に。そのまま通報されて、終わり。終わり。ついでにおじさんも捕まってるかもしれん。女の子挟んで二人のおっさんが言い争ってるって係員の人が来て、両方あかんって、両方アウトや、言われて終わったかと、終わったかもしれん。異常発生中、異常発生中ね。異常発生なんていうのはもう異常に失礼やけどね。異常くんはそれが普通で生きてんのに、それを異常言われてね、異常くんもそれ発生、ぶち切れるよ。クマさんもさ、もう30超えて、夜の深夜3時50分です、今。もう今、深夜3時50分、もう朝やで。朝方4時にこのゲームやってるの異常って言われたら僕はもうちょっと不機嫌になっちゃうよ、異常じゃないし。みんながやってんもん、YouTube で貼ってるゲームだもん。でもみんな異常っていうね、異常や異常やって。社会貢献しろ、働け、死ねって言われんねん。なおじさん。この異常を見つけ出そう時間難しいねんけど。もう僕が異常と思わへんったら異常じゃないって。もう行っちゃう、わからへん。行っちゃうもんね。顔崩れてへん？おじさん。あれ、万博のキャラ？違うな。もっとぐちゃぐちゃや。無理やん。おじさん、それはあかんって。だから、そういう、なんやろ。防ぎようのないのはあかんって。今の消えるまで待ってなあかんかったんか。じゃあ、そう言えや。なんでもかんでも説明したら現代人ついてこれへんよ、この世の中。やつか。ボケよな。怖いやろな。おっさんが全力疾走してる。怖いやろな。ちょ、走れんだ、走れんだ。おら、よし。そば消えるんかい。なんか演出欲しいわ。触ってくれてありがとうっていう幸せな感じのやつ怒ってほしいわ。で、この部屋異常ありね。この部屋異常ありです。異常探せ言われてる。難しいなぁ。基本のところ異常発生中すんなり見つけられたことないねん。お、こういう感じか。いやー難しいなぁ。看板のちょっと微妙な変化をしばらく見とけってことか。いやー今のはむずいなぁ。気づけたからよかったけど、まだ分かりやすい方やった気がする。なのになるほど、今までそういう系統を見逃してたんか。やられたぜ。お、近づいたらあかん。あ、いや、もう近づいたらあかん。消えた瞬間に素通りが。消えてる。この時にデビルバッドゴーストを決める。いきます。あかんのかーい。あかんのかーい。対処法がわかんないよ。あの人でおじさんが立ち向かって倒してくれたかな。後ろで待っとくパターンか、ビビリがクリアできるステージだったんか。なんか縮尺おかしくない？顔でかない？そうでもない？大丈夫？探して、
じゃあ一回僕たち触れ合った仲じゃないか。怖ー、なんか怖ー、この子一番怖いかもしれん。オッケーオッケー、探してても目合わすだけでええねんな。現実にツインテールなんているんですね。あんまり見たことないな、田舎やからか。都会やとツインテールって普通な、アニメキャラってイメージしかないからな。ツインテール見たことないかも、リアルで。お、だだだだ、こういう演出もなんか珍しいよな。さっき入ってきてるで、入ってきてますよ。だだだだ、大変やな、幽霊さんも。ベタ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 して、何ですかこれ。はい、めっちゃ普通やったわ、珍しく。お、来たか。あー、画面ぐちゃぐちゃ。おじさんね、座ったらええんか、おじさんのいたところに。謎の解決方法やけど、ちゃうか。いや、近づいたらあかんからだな、消えるの待つしかないんやけど。あかんな、しばらく待ってもあかんってことは、近づいたらあかん、後ろ戻るとか。キモー。目合わせたらあかんのかな。お、低下低下、アイキャンフライする。あ、普通に落ちた。ちょっと難しいよ、このゲーム。好奇心が抑えられんて。おぉ、イェーイイェーイ、ピースピース、イェーイ、ちょっと踊っちゃおう。ファンファンディーザーセーセー。ネット上げてんのにさ、もうさ、めっちゃ真剣や。プロの眼差し。写真やってる？よっぽどおかしな服着てんのかな。 TikTok にあげなきゃあげなきゃっておじさんがなるぐらい。走れー、間に合え。よし、 OK。 今やったら急にカメラ向けられることもあるやろうな、小村さんやったら。電車乗ったらイケメンすぎてね。え、イケオジって。いや、今回簡単やぞ。もう3つ、お、しかも知らん、通っていい？大丈夫か？通ったら殺されるかもしれん。何これ、ヨーグルトの妖精ちょっと浮いてるし。ちょ通らして、ちょ通らして。対処法わかんないよ。対処法わからん幽霊が多すぎる。意味わからんもん。なんやねんあいつ、倒せるって。ワンパン殴ったらぐちゃっていいから、あいつとか。なぜ自分で戦おうとしひんねん、ホラーゲームを。奴らはよ。出た！これは、見たらあかん。見ずに行く。今見てへんた、見てへんたで。見て、急ぎすぎた。通り過ぎたことによって見てしまったっていう、あかんパターン。ずっと壁見とくべきやったんや。電車の真ん中見たらあかんかった。まあ、愛憎対処法は、わかった。まあ、別世界に繋がってそうやけど。住んでいいの？住んでいいんですか？何やったんや。さあ、1位。基本的にこれ、前ダッシュして、これ座ればいいんちゃう？徐々に近づいてくるパターンやんな。おじさんと僕のダブルブッキング。これも、オセロやったら、このヨーグルトちゃん、おじさんに変わるから。おじさん、これ、追尾してんのか、実は追尾してんのか。なるほどね。端に寄せて、かわすんや。おじさんオセロしたかったけどね。あいつもおじさんに変えてあげたかったけど。こっち来てんの。おー、なるほどね。まっすぐ来てるかと思いきや、この一本ツールやから分かりにくかったんや。やられたぜ。いや、やられてたぜやな。逆に今回やった。
客さんいっぱいや。このザーザーしてるやつは触ったらあかんのじゃないの、基本。これ単純にちょっと、高難易度ゲームやらされてるんじゃ、今。すいません、僕ちょっと陰キャなんで。もう職場の更衣室行くときこんな感じやわ。すいません、すいません、通しくださいって。通しくださいって。調子悪くて声出えへんときとか地獄。すいません言うてんけど、すいません聞こえなくて、僕は急になんか、どいてって、どかしたみたいになって、ちょっと雰囲気悪くなるから。そういったら勘弁してほしいよね。飛行機に変わった。降りるな。降りひんよ。なんで降りると思ってんねん。降りるなって、隣の席に、隣の車両すら行くなってことかい？ついていい？行けへんのか？降りるだから行ったら勝てな、多分。これは、待っといた方がええやな。おじさん大変やな。この異変ばっかの車両で。おじさんは何も変わらずにそれをいじり続けるんだね。それも幸せだと思うよ。何か起こっても無視するために頑張ってスマホ見てんのかな、あ、ミスター。じゃあおじさん行ってくるわ。今、何番？三座三座。次4か。白川か。覚えたわ、白川漢字。ようにむしぎうずに川ね。もう、来世は白川くんにな、白川っていう名前にするわ。白川小原です。よろしくお願いします。漢字とか、名前書くたびに画数をって思うやろうな。あ、出た名前！助けてください。開けるなよね。はい。誰かいませんか？いません。開けてください。陰キャが頑張って声出してみたら声しやがって。素焼きミックスナッツ食べよう。助けてください。最近ファイマー行くときよく食べんねん。塩と油を使ってない4種の素焼きミックスナッツ、これがうまい。終わった OK。 うまー。カシューナッツがうまいんだよな。これはもうお店言いたくないぞ。もう5番前来てるからな。消えてくれることを祈る。なんかヒント出てへんかな。目を離すな。見なあかんのか。行くぞ。こえー。はいはいはい。困った時は、あいつがヒントを出してくれると。おきおきおき、来た。クリアするぞ。6ゲ。当てる読み方。無限か。難しい。僕の心を無限にするな。何かって思ったよな。なんか面白いこと言わなくちゃって言って、無理やりひねり出した言葉が今のです。ちょっと大阪人としては30点やったね。進んでいい？何もなさせたら基本進んでいい。なんか異変あるんやったら基本鍵変わったりとかするから。これは、来たなぁ。さあ、正直、これは4度目ぐらいの戦いです。こいつは逆やね。目を離さなかねな、多分。あいつ分からへんなぁ。あいつ分からへんなぁ。あー、ヒント見たかったな。ヒント出たのかもしれんな、もしかしたら。さすがにノーヒントすぎんもんな。ちゃんと、ヒントちゃんのヒント見てなかったわ。来た、来た、来た、来た。見るなやろ。今見てなかったよ、さっき死んだ時。こういう感じ。OK。はいはい。見てしまってたんか、どうやら。まあ、それ対処法分かった。もうクリア行きます。あ、これ結局死んだよな、そういえば。ヒントちゃん。ヒントなし。扉から離したらええんか？隣の部屋行こうとしたらこいつに殺されへんたっけ？結局、ちゃうかったっけ？これぐらい離したら一気行ったらええ？オッケー。なんかじゃあ雪だ。
さあ調子いいよ。もう分かってきたね、このゲームのこと。この一周はもしかしたらノーカットでいっちゃうかも。あ、出た出た。まあこれでも異変発生中はこれね、こいつかポスターかやから。わお、シワ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 。オッケーオッケー、いいよ。さあ3、基本的ダッシュして、あれまだやん。そんなねえ、さっきのシワシワちゃん覗いたら2連続やで。そんな被ることあるんや。同じ周回中は同じ異変起きひんもやと思ってました。そういうわけでもないんやな、完全にランダムなんやね。もしかしたらもう僕全部の異変見てしまったんちゃうかっていうぐらい見た気がするしな。もうちょい前来て、ちょっと怖い。そこら辺からよし。なんかかわいそうやねんな、こいつ。被害者っぽいねんな、歩き方が。開けるだね。あ、これか。多いパターンか。誰か。オッケー。4種のスライキミックスナッツ食べたいと思います。誰か。最初食った時はこのね、ナッツが一番好きやねんけどね。好きやったんやけどね。結局このなんか、カシューナッツが一番好きかな。助けてください。くるみは微妙。誰かいませんか？おい。開けて。誰か。さよなら。消えた。なんか異空間に繋がってたんかな、あの黒いところ。あいつも助けを求めたのかもしれん。さあ、いつつはら。いつずはらか。ちょっと惜しいねんな。さあ、次の異変は何ですか？はい、はい。出たな、高難易度ミッション。緊張の一瞬、基本的に壁見といて、ここら辺で前を見る。おげ。さあ、無限無限。危ねえ。見るよな。さあ、来ました。次は？なわた。なんで僕最後カーって言うたんやろ。なわたね。あと二つやん。言うたら。気づいたら。言うたらって。はいはい。慣れたら簡単やな。慣れるまで難しかったというか、それぞれの攻略法を振り向くだね。それぞれの攻略法を知らんときついゲームやけど。やっていってるとどんどん難易度下がっていくね。自分は成長するから。っていうか、覚えゲームみたいな側面があるのかな。だから成長してんのが、校内のゲームやってるみたいに楽しい。8番。これは熱いぞ。タイトル回収や。さあ、ラストミッション。お前か。まあ、ある意味一番難しかったかもしれない。最後がお前とはな。一番怖いもんな、これ。そうでもない。一番怖いなの、女の子か。いや暗い時微妙に進んでって気づいた時ちょっと怖かったもん。ほらほらほら、なに、実は動いてるって怖ない。ワープで来てるんじゃなくて、スライドで来てるっていう。来たー、8番。これはもう、おじさん、出れるよ、僕たち。ちょっと離れとこう。やられるかもしれんから。あ、おじさん降りひんの？僕だけかを振るのは。じゃあ、おじさん、頑張って。おじさんも異変の一つやったのかな？異変っていうか、異変の世界の住人やったんかな？あ、動ける。はいはい。8番通路から今回は8番列車ということで、続編っていうか、普通にフィールド変えて、ちょっとルール変わってやらされてるだけやったけど、ストーリーとかは感じられへんだな。これで、8番通路に繋がったりとかするんじゃん、この感じ。繋がりそう。そんなことない？前日談やったんか、もしかして。主人公？まさか？うわ。これは腐るほど見た光景。あーら、あ、勝手に動いてる。
ループからループやらされてたんや。おじさん、怖。前作僕らはなんかおじさんが歩いてきてるって最初思ったけど、主人公から見たらもう絶望やったんや。あ、電車で繰り返してたおっさんがまた来たってことは、また別のループ始まったっていう。なるほどな。はいはい。まあなんか、ストーリー性というか、つながり感じたね。プレイ時間は1時間半。いや、ちょっと時間かかったな。